何やったんすか？さっき先輩がなんか「早めしてる今日」みたいな言ったら「してます」みたいな「なんかおかしいですかしてますよ」みたいな感じで言ってて「え、なんかめっちゃ寝癖っぽいですよ」って自分が言ったっていうのがあったんですよ。でちょっと数分経って今気づいたら、まあ代表にはなんか「早めしてない」ってちゃんと言ってるというか、嘘つくのが結構問題ですよね。いじれるの好きだね。かわいそう。自分が注目されてないからって。いや、普通に良くないじゃないですか、マジで。だって自分は早めしてないことよりもなんか嘘をつくのが結構良くないなと思うんで、割と自分がそうなったらさ、めちゃめちゃ言われるよ。自分が化粧とかしてこないとめちゃめちゃ言われるよ。で、まあキングさんと違うのはやっぱ見た目が割といいんで。めっちゃ笑って、めっちゃ笑った、レイさんめっちゃ笑った。それはキングは見た目がキモいからダメなんだ。まあ見た目がいいからまで許される。それは賛否両論あるんです。賛否両論のそのコメントもしております。